はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police 84日目プレイをしていきたいと思います。新聞ですね。劇場監督、新しい俳優が必要とコメント。フリーバーグ、麻薬中毒者数 38% 増加。いや、かなり増加しましたね。フリーバーグのチェス名人ワールドカップ進出ということで、最後にメモを確認していきましょう。視聴者、メフィア、警察署、全部イエーイが立ってますけど、郷にいれば郷に従え。よくわからないんだよね。このメモの意味が本当によくわからないんですよね。攻略のヒントになってるのかどうかすらわからない。お、エマだ。久しぶりですね、エマちゃん。エマは秘書ですよね。妻の不倫事件の方がね、全く進展がないですからね。今日はトレッドウェイ刑事が徹夜で探偵小説ネプチューン最後の誘惑。このネプチューンの小説読む人非常に多いですね。まあ当然だけど、さすがにこういう理由はダメだよね。疲れすぎてフラフラなものはまあいいですと、休ませてあげましょう。コドではこのメンバーで挑みましょう。シフト B か。若干やっぱりシフト A に比べると陣容が薄いですかね。ウッダートを自分の犬にしましたからね。この辺りも活躍は今後期待されるところですが、早速アティスカコープ、おっと、まず寄付が来てるな。ジャック、デブリン氏となかなか楽しい会話をしたところだ。昨日君の仕事ぶりに大変感して大金を寄付してくれたぞ。これ前回あれですね、2人派遣してうまいことやったことによって署員を5人増やせることができるって話でしたけど、まあ、2人しかここでは増やせないって話かな。まあでも2人でもありがたいですね。で、コカインを売った分ですが、5852の半分受け取りましょう。で、アティスカコーポレーション、ボイド所長、私はロン・アティカスと言います。まだお会いしたことはありませんが、私の名前のついた素晴らしい高層ビルはご存知のはずです。私はこのビルを囲むエリアを自分のものにしたい。近くにある公園を取り壊すのに必要な書類は入手済みで、いつでも作業に取り掛かれる状態ですが、しかしまた今回も抗議運動が起こってましてね、小さな子供連れの女性や犬の飼い主たちが公園が必要だと主張しているんです。私としても無理に作業を始めて彼らを危険な目に遭わせ逮捕されるようなことにはなりたくない。あなたの部下を派遣して抗議運動をやめさせていただけると大変ありがたいって話なんですけど、これ6人出したら今日何もできないんで、今日、出ている署員は全部で7人いて、ここに6人派遣するともう何もできないんで、ちょっとこれはね、話にならないですね。で、大規模な喧騒騒ぎ、喧嘩騒ぎですね。精神障害を抱えるドロシー・タウンゼントはまた病院を抜け出し、凶悪犯たちのいる隔離エリアに忍び込んだ。同じく精神障害を抱える夫と共に脱走を試みたのだ。精神科病院の医師のカール・カーターからドロシーが他の患者と騒動を起こしたと通報があった。彼らは立てこもって激怒している。数人の看護師がバリケードを立てて防御しているが危険な状態だと。なるほど、これかなりの勝因出さないといけない状態になってるな。まあとりあえずは、サヌを含めた3人で対応してもらいましょう。でだ、先に勝因を2人雇いましょう。シフト B の方に、おっと、リクルートしちゃいましょうか。シフト B ですね。メリッサ・スペイン、熟練度210が、
それにライアー・アンダーウッド、これが200、まあ、この2人だよね、まずは。これをシフト B に追加しましょう。B の方が少し今、陣容が弱いので、2人ともシフト B に追加しちゃいましょう。かなり熱くなってきたな。しっかりとなんか対応できる感じになってきましたね。アティスカコーポレーションに関しては、最後に6人揃ってれば派遣する感じにしようかな。チャイナタウンでの銃撃戦か。黒いセダンが突然道路の真ん中で停車と目撃者から通報。そして銃を持った男が車から飛び出し、レストランの窓に向かって発砲。目撃者は誰かが撃ち返したような気がしたが、確信はないと話している。なるほど。じゃあ、ここは犬の撃った後に、ゴーディエ、さらにスワットチームも出しましょう。郊外のアティスカコーポレーションの6人派遣の事案ですけど、これは秒数がないですね。ってことは、今日中だったらいつでも出せるのかな？それとも、後日でもいいんだったら、シフトの A の方からね、人数を出してもいいんですけどね。デザイア公園での誘拐事件、久しぶりだな、この刑事事件に関しては。父親と一緒に公園のキッズパークに来ていた6歳のアリックスが、白昼に誘拐されたという事件ですね。ドレッドウェイを出しましょうか。で、まあ案の定ですけど、人数が足りないということなので、プロテクターにミルサップ、2人派遣しちゃいましょう。1人残しててもしょうがないので、これで確実に事件を解決してくれた方がありがたいですからね。誘拐事件の方は捜査が始まりましたと。これはちょっと、じゃあ写真が増えた時点でじっくり読んでいきましょうか。まずは先に今のこのアティスカコーポレーションの事案の方が気になってしょうがないんで、で銃撃戦の方ですね、先に確認していきましょう。犯人を逮捕してます。スワットチームも早く戻ってきてほしいな。で、事件の方はさらに2つ起きてそうなので、秒数の短い強盗未遂の方から見ていきます。通報者はフードをかぶった3人の男がスポーツバッグを持って銀行に入るのを見た。怯えた通報者はつぶやくように言った。急いで、その僕たちは私から金を強盗するつもりだ。きっとスポーツバッグはそのためのもの。これはね、偽事件と断定しましょう。で、監禁の方を見てみます。デニス・チャップマンは隣人のマーリン・プルーフが防御シェルターに2人の少女を監禁していると通報。あの老いぼれは完全に頭が狂っている。男は今日にでもエイリアンが私たちを滅ぼしにやってくると信じ、それに備えて防空シェルターを作ったのだ。そして食料を連れ込み、少女たちも連れ込んだ。詰め込み、少女たちも連れ込んだ。彼女たちの泣き声が聞こえてきたので救助しようとしたが、男はショットガンで私を脅して追い払った。チャップマン氏によると、その男はエイリアン襲撃の後は地球を再生させるために女性が必要になると主張しているらしい。これさ、ショットガンで、威嚇をしてこなければ偽事件だって判定もできたんだけど、これはさすがにショットガンで脅してきたら見過ごすわけにはいかないな。で、2人なのに1人ではいけないって言ってくる意味不明のこの2人、しょうがない。プラドも出しましょう。フリーバック銀行の強盗未遂が本当のガセ事件であることを祈りたいな。で、公然わいせつデザイア公園ですね。年配の女性から女装している男のことで通報。スカートを履いた男が、真っ昼間から走り回っている。恥ずかしくないのかしら。その男は公園にいる子供たちの目の前を気取って歩いている。皆が騒ぎ出していると。まあじゃあここはゴーティエにミルサップと出しますか。まあね、男がスカートを履くっていうのは確かにちょっとね、完全なニューハーフになっちゃえばね、いいと思うんですけど、男の風貌でスカートを履いてると確かに怪しいといえば怪しいですからね。よし。これはガセ事件ですよね。強盗未遂、フリーバック銀行です。で、公然わいせつの方は、女装癖はなかったスコットランド人。まあ、スコットランド人はね、確かにスカートっぽい服着ますよね。で、シェルターの話か。防空シェルターの近くにずる賢い目をしちゃうところがいる。男は両手を揉み合わせながら向こうへ行け。卑劣なエイリアンよ。俺と妻たちを連れ去ることはできないぞ、と叫んだ。男をからがう。この世界を救うためには君の力が必要だ。大統領がお待ちだぞ。武器を下ろした男を落ち着かせる。
男を絡んだら逆に激情してきそうですね、こういうイカれたやつは。こういうイカれたやつには、大統領がお待ちだ、お前に期待しているみたいな感じで、おだてあげちゃいましょうか。よしよし。無事、犯人を逮捕しましたね。で、暴行事件、カササギ出版社。年配の小説家であるイヴァン・ビコフは、彼の原稿を読んでいた若い編集者に襲いかかった。あの狂った男は若者を絞め殺そうとした。ちょっと今いるのがウッダートとプロクターなんで、まあ、強制的にこの2人ですね。なんか、廃車事件が終わってから事件が確かに増えた感じがするな。公然わいせつしないですね。裸の男がバイクに乗って街中を走っていると複数の目撃者から通報。その男は銃を持っていて、狂乱状態で笑いながら空に向かって発砲。野蛮で危険な人物だ。その男は道路を渡っていた若い女の子を引き殺しそうになった。そして彼女に狙いを定めて撃とうとしたんだ。まあ、これはちょっとまずいよね、さすがに。裸ででも走バイクどんくらいのスピードかわかんないですけど、結構バイクって、まあちょっとこのフリーバッグの機構がわからないですけどね、直接肌にバイクを走ってる時の風が当たると結構ね、強烈なものがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、すでに錯乱状態っぽいですからね。で、ビーチで行方不明。午前中にオーダーを受けたピザの配達人は出かけたまま1日戻らない。店長は配達人が強盗に襲撃されたことが過去にあったため、心配でたまらないと話した。行方が分からなくなっているのはロバート・デリーというだらしない男で、頻繁に欠勤するため解雇寸前だった。これだけの情報を見るとガセネタ確定だな。ちょっと無視しましょう。きっとね、ナンパしてるんですよ、ビーチで。気持ちはよくわかる。カササギ出版社の方の話です。ピーコーフは編集者の上に生まれになって首を絞めている。テーブルの上にある重い本をつかみ男を殴るか、男に唐辛子スプレーをかけるか、ピコフさん、君の小説について質問があるんだ。ホーリーレインボーの最後の場面で、なぜオプローモフは自分の家を売ったんだ。なるほど。この警官は、ピコフのホーリーレインボーを読んだことがあるんだな。よし、これにしよう。で、無事犯人を捕まえましたと。いいね。で、これは公然わいせつのほか、裸でバイクに乗って銃を撃ち鳴らしてるやつの話ですね。じゃあ、サヌを追加で出しましょう。さあ、時間も20時だぞ。そろそろ、そろそろって感じだけどな。もう事件はいらないよ、今日は。来るね。兵器の違法取引、ケビンズバー。バーにいる。バーにいた。ほろ酔いの客からバーテンダーが銃を売ろうとしてきたと通報。俺はただ座って飲みながら妻に対する不満を口にしていたんだ。どうしても離婚すると言って聞かないから。俺が飲んだくれてばかりでいい夫ではないから、あの女は子供たちを連れ出ていくと脅してきているんだ。だから一連の話をバーテンダーに聞いてもらっていたら、そのクソ女を懲らしめてやれ。以下、あんたに必要なものは俺を持っていると言ってきた。そして彼についていくと、銃がたくさん入っている箱があって、安くするからその中から一つ選ぶように言われた。少し考えてからにすると答えて、そのまま離れて通報と。銃の密売か。まあ、冗談ではなさそうなんで、スワットも出しましょうか。おっとー。このパターンね。多いんだよね。いやー、二人で行けとは言ってないんだよ。一人で行けとは言ってないんだよ。二人で行ってくれって言ってるんだけどな。仲が悪いとかあんのかな、本当にね。で、行方不明の方は合法だよね。ビーチで会った女たちはパーティーを楽しんでいた。あー、やっぱりね。気持ちはよくわかるよ。で、ケビンズバーの方ですが、こっちの方は、じゃあ、サヌとミルサップ、プロクターにスワットチームを出しましょう。早く戻ってきてほしいね。で、無謀な基地火災。スポーツカーに乗った集団が、狂気的なスピードで路上レースを繰り広げていると、通行人から通報ですね。じゃあ、ここは確実に、さばいてもらいましょう。で、全員戻ってきたら、アーティスカコーポレーションの方に派遣したいんで、誘拐事件の方は捜査をちょっと開始しちゃいましょう。写真が3点集まりましたんでね。
まずマーケイン、アリックスの母ですね。アリックスは誘拐された少女の話です。アリックスの父親とは離婚していますが、彼から親権を求めて訴えられています。私の弁護士は彼に勝ち目は全くないと言いますが、彼もそれを分かっていると思います。だからこそもう裁判を待つのはやめて自分の思い通りにしようとしたんでしょう。アル中によくある行動です。それにしても自分の娘にこんなことをするなんて、きっと仲間に頼んで誘拐させたんです。お酒ばかり飲んでろくなことを考えていない連中です。彼の一家はみんなお酒を飲んでトラブルを起こす人間ばかりなんです。ということで、マーケインは父親が犯人だと思ってるんですね。で、逆にこのマケインの方ですが、まず言っておくが、俺はもう1ヶ月も酒を断っている。アルコール依存症の更生会にも通っている。次にアリックスから目を離したのはほとんど水病だ。友人のティモシー・ケラーがやってきてちょっと話をした。娘は丘のそばで遊んでいたが、ふと目を寄るともういなくなったんだ。悠然と姿を消した。きっとグラディスの仕業だろう。グラディスっていうのは、母親の方ですよね。そうですね。娘を連れて姿をくらました。俺に父親としてのノルが欠けていると裁判官に嘘を吹き込むような女だからな、ということですね。もう決定的に波状してるな。で、ティモシー・ギャラが後世界の仲間、ゴートンと娘に公演だったよ、一瞬話しただけだ、丘から降りたがっていた娘を手伝ってっていうから握手して別れたんだ。うん。で、エイドリアン、トウモロコシのコスチュームを着た若者な。こいつめちゃくちゃ怪しいな。あの日は公園でチラシ配りをしてました。ジェットコースターの横のベンチで2人の男がウイスキーをラッパ飲みしているのを見ました。あと、青のドレスを着た女の子もいました。他の近くで遊んでいたけど、何かを拾おうとしてしゃがんだんです。その時、お年寄りの女性が来て、少女の手を取ってどこかに連れて行きました。女性はめまいでもするかのように、ふらふらと歩いていました。リックホームズ駐車係、特に怪しいことはありませんでした。ただで酔っ払ったドライバーが駐車場のゴミ箱に車をつけました。ゴミ箱に車の塗装が少しつきましたが、ドライバーは何事もなかったかのように去っていきました。なるほど。これだけを見ると、まず、マケイン父親の方は酒を飲んでいたっぽい疑いがありますね。ギャラガーという構成会のメンバーとともにウイスキーをラッパ飲みしていた疑いがあると。で、少女は年老いた女性に連れ去られた可能性があるということですね。まあ、いずれにしてもちょっと写真が足りないので、後日に回しましょう。で、新しい写真は見つかっていない。設定、こっちの話だな。兵器の違法取引のほか。バーは賑わっていて、タバコの煙が充満。床には痩せた男が横たわったり、バーテンダーは汚れた布でカウンターを拭いている。なんだ、寝ているやつがいるのに、バーテンは悠然とカウンターを拭いているだけ？バーテンダーに裏へ通してほしいと頼む。痩せた男の脈を確認。全員すぐに酒を飲みをして外に出ろ。まあ、バーテンダーに裏へ通してほしいとまずは頼みましょうか。バーテンダーは汚れた布を落とすとカウンターの下に手を置いた。床にいる痩せた男が嘔吐し始めたと。見える位置に両手を上げろ。バーテンダーに狙いを定める。嘔吐している男の外の空気に当たらせる。これバーテンダーがカウンターの下に手を置いたってことは銃を取り出す可能性がありますよね。よし、捕まえたぞ。で、拳銃も確保したんで、マフィアに売却を依頼しましょう。マフィアに売却を依頼したら、きっとまたね、闇市場に流れてきて、同じことを繰り返すんだとは思うんですけどね。さあ、全員戻ってきたら、きっちりと、この事件の方に人を出しましょう。アティスカコーポレーションの方に人。アティスカコーポレーションが消えちゃった。残念だったな。あそこに人を出したかったんですけどね。どうなるか見たかったんですが、残念。はい。というわけで、85日目に次はなります。今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。